屋の車の話。テリー土屋の車の話、よろしくお願いします。お願いします。今週も始まりました。お願いします。土屋さん、はい、いい時計してますね。何ですかそれ。ここに来ましたか。来ましたよ。これ車の番組なんですよ。いやいや、その怪しい時計は何ですかそれ。怪しくです。これは、うん、鈴木アグリが、うん、世界限定7本作ったやつ。いや、いやみな男ですよね。普通ね、世界限定だいたい400本ぐらいですよ。7本って何それ。まあ、あのフランク・ミューラーの兄弟分でクストスっていう時計なんですけど、うん、まあ、我々がその2年前に、うん、チャンピオン取ったんですよ、スーパー GT で、はい、だから鈴木アグリ、僕、うん、ドライバー4人、うん、でこのクストスの社長も入れて、うん、7本オーダー入れたんです。ってことは貸したの。はい。特注。やらしい話、おいくらぐらいですか。250万ちょっと。あらららら、車買えちゃう。買えちゃうね。買えますよ。社長だって結構いいのしてますよ。社長、いやいや、もう私もサスペンション3本分ぐらいですから。だけどのサスペンションかにもよりますよね。ロレックスですね。はい、定番ですね。一番、はい、なんかね、もう売るときにね、売りやすい車です。特にです。価格が下がらない。そうですよね。すいません、車の番組です。失礼しました。車の話をしましょう。はいはい、まずは、おいい、初めて買った車ですね。サニバルクーペ。何歳ぐらいの時に、はい、これですね、イギリスに住んでた時にですね、うん、あの18で免許を取りまして、うん、16年落ちぐらいの車を、うん、初めて買ったものですね、はい、まだインジェクター仕様じゃなくてですね、キャブです。はい、はあ、いくらぐらいしたんですか。これ当時20万円ぐらいです。1980、はい、そうですね、80年のもう初期型ですね。でまだキャブ仕様でインジェクターになる前ですから、はい、これ結局最後はウェーバー入れてちょっといじったんですけど、うん、車好きじゃないですか。いや車好き。あれ調整も大変なんですか。うん、ね、大変です。メインジェットとエアジェットのこちらですね。昔はこのウェーバー調整をできるとかっこいいとかね、うん、あった。あったんですよ。なかなか僕なんかできなかったんで。女にはモテないけど男にはモテる。男にはモテるんですね。それできたわけですよ。それをね、日々格闘でしたね。やってた。でちょっと標高の高いところに行くと全部またバラバラになっちゃうので、また戻ってきてまたやり直して、はい。それがもうできるってこと自体で、結構もうね、もう車好きから見るとちょっと尊敬に値する、かっこいいんですよね。そんな一代目。はい。はい、これ一代目。さあ続いて。続いては。あ、もうこの時代で金持ちだ。ね、社長。これ実はですね、これ、うん、まあ、当時最初の車イギリスで買って、はい、でヨーロッパ放浪してですね、スペインで売って帰ってきて、はい、日本に帰ってきて日本で初めに買った車なんですけど、うん、実は私WX を買いたいなと、うん、リトラクタブルヘッドライトの WX を買いたいなと思って中古車さんに行ったらですね、はいはい、同じエンジンを積んだこの車を見てですね、うん、もうこのスタイリングに惚れ込んでこれを買ってきた。はあ、いいじゃないですか。ビップカーですよ。ソアラっていうのは4つあるんですけども、これね、1つ目ですよね。そうです、これ初代ですね。初代、はい、で、まあ、なんかこれはスペシャリティカーってやつなんですね。そうですね、はい、これはやっぱり一番なんか世の中がまだまだ貧しい時代に、うん、こんな車が日本で作れるのかっていう、まあ、なんていうかな、うん、ムスタングみたいなもんですよね。そうですね、すごくそういう意味ですと、ね、はい、なんか本当にね、はい、車好きな少年の方々がそのまま、ね、大人になったんだなっていうのがね、ね、すごい。話聞いてるぞって、はい、そして3代目がこちらです。はい、これいつ頃ですか。これまた日本に戻ってきてからですね、日本に乗る車を探してまして、まあ、当時いろいろな車、ギャランの VR4 とか、うん、いろんなスパルタンの車たくさん出てましたから、まあ、そういうものを買おうと思ったんですけど、やっぱり値段が高かったんですよね。当時やっぱり新車で300万円以上しましたから、はい、なかなか手が届かなくてですね、うん、でただこの車はこれ実は抽選だったんですね、はい、この GTR のニスモ仕様というのは抽選で、うんうん、まあ、知り合いのディーラーにですね、まあ、遊びがてら行って、うんうん、抽選に並んだら、うん、当たっちゃったと。新車で。新車です。これ私が買った初めての新車です。はい、これだって90年の初期でしょ。そうです。これが普通に今、GTR のノーマルですよ。ノーマルでだいたい1000万以上、現在ニスモになると、うんうん、ボロでも1500万から2000万。あ、そうなんだ。
これまだ持ってるんですか？いやもうこれは残念ながら、うん、あの2年ほどで乗り換えるんですが。なんで？これですね、あのもともと300万円ぐらいの車になんとか手が届くギリギリなんですが、これあのニスモ仕様でエアコンもないんですけども、エアコン入れるとするとですね、オイルクーラーとセットで80万円のオプションで、車の総額で580万円ぐらいだったんですね。買えないか。はい、でも男の60回払い、頭金なしの男も60回払い、毎月7万8000円をですね、こう払ってるんですけど、もう2年経つとですね、こうだんだんやつれが出てきまして、エアコンって必ずついてるものじゃないんですね。オプションなんですか？通常はなんですが、まあ、この車はレースに振って軽量化のためにこうこそぎ落としたくなるんですが、久しぶりの GTR ですよね、これね。そうです、そうです。いや GTR、それまで実は箱スカっていうのがあって、そうそう、伝説の GTR があったんですけども、しばらく生産中止になって復活の一発目ですよね。もうこれは本当にもう今でも名車ですよね。これフルレストアして、うん、今4000万ですよ、うん、はい、4000万持ってればよかったのに。本当だよ、本当だよ、ね、持ってればよかったのに。あの車だけじゃなくてですね、やっぱりこういう素材のいい車に乗ると、うん、やっぱりカリカリにやりたくなりましてですね。えらいね、うん、当時で500、530馬力ぐらいは出してましたね。あ、そう、はい、どこで走ってたの？あの首都高速をぐるぐると。あー、ローリング速。そうか、まあまあ、いや、ゆっくり走ってればいいんですよ。いいんだよ。そうです、もう制限速度です、当たりました、はい、楽しいんですか？楽しいです。どこが一番楽しいんですか？制限速度で10周ぐらいするととっても楽しいですよね。おっしゃる通りです。場所はどこ？場所、あのトンネルの中とかね。あ、そうです、そうです、あのトンネル入るところの継ぎ目とかがめちゃくちゃ楽しい、はい、パンってきてる。もう、おっしゃる通りです。制限速度で楽しい。そうです、はい、次行きます、はいはい、おお何これ、センスいい。これはどういう心境なの？あので、まあ、娘も少し成長してきてですね、まあ、チャイルドシート、ベビーシートからチャイルドシートに変わる状態になりましたので、うん、まあ、少しは今度はスポーツマインドの車へ振ってみようかと。奥さん横に乗せて、娘後ろに乗せて、はいはい、456GT って FR ですよね。そうです、はい、ね、うん、そう、音もいいですよね、はい、これも最高の車でして、実はのフェラーニの中で一番人気のない車なんですね。ですよね、やっぱりこう、だから僕もよくこれ選んだなと思って、はい、いやだけど、うん、娘のこと考えてる、うん、娘を乗せたい。 そうすると4人乗りじゃなきゃダメなんです。そうなんですよ。と456しかないんですよ、フェラーリは。そうなんです、はい、フロントにね、エンジンがね、エンジンがミッドじゃない。そうなんだ、はい、もうフェラリっていうのは後ろにエンジンを積んで、うん、そのサウンドを楽しむっていうのが一応なんか王道だけど、うん、そうだけど、うん、鶴山さんはそんなの関係ない。関係ない。だから奥さんと子供を乗せたいスポーツカー、うん、そうするとフェラリ 456GT。 これは両方の、ね、願いを叶えられる。そうそうそう、これはだから、うん、大人の選び方ですよね、うん、絶対そう、絶対そう、これはいい。ね、まあ、エンジンは V12、はい、あの当然ですね。で、あのこの後に続く、まあ、マリネロ550とかの、うん、まあ、素性になった車ですので、うん、まあ、FR のフロント12気筒、しかもこれあのミッドシップと違ってですね、整備代が安いんです。あ、そう、はい、あのミッドシップエンジンというのは何をするにもですね、エンジンを1回車から下ろさないといけないので、下ろすだけでですね、大体あのディーラーさんに頼むと80万ぐらいかかるんですね。でこの車はボンネット開ければ整備ができますから、はい、整備代がすごく安い、あの一番メンテナンスが安いフェラーリ。知らなかった、はい、ぜひもうフロントエンジンのフェラーリは、はい、あの私のようなお金がない人にはおすすめです。お金がない人は買うわけないから。これは中古です。半額買えますよね、はい、おお、6さん行った。でセダンじゃなくてステーションワゴンへ行ったっていうその心は、うん、あの娘が大きくなりまして、まあ、一緒にキャンプに行けるようになりましたんで、うん、もうキャンプで荷物がつく、あの積める車というのがもう第一条件。普通の C じゃ嫌なの？いや、もう俺もそう思った、ね、普通の C のワゴンでいたり、何その、ですね、これあの C63、まあ、ご存知のようにあの 6.3 リッター の、はい、あのノーマルアスピレーションの、うん、もう今、まあ、排気ガス規制とかいろいろあってですね、もう最後の大排気量の車なんですよね。でもうガソリン足り流して走る車なんですけど もう今じゃないと乗れないと思いましてですね、まあ、中古なんですけどね、当然あの
血が騒いだ、はい、いやもう気持ち分かりましたね。今って正直言ってそれこそなんか今みんなターボになっちゃったじゃないですか、うん、ね、63、うん、はあとほらもうすぐね全ての車が EV になっていっちゃうってなんかあるじゃないですか、あるあるなんか恐怖心っていうかさ、はい、だから今いいなんかちょっと大排気量の車乗ったのみたいな最後のなんかチャンスみたいな、ね、大排気量だと何が違うんですか。いやあの、まあ、電気自動車になっていっちゃうわけね、うん、で今は普通のレシプロエンジンっていうともうなんか絶滅危機みたいな感じになってるのを乗ってこないと、うん、もう自分の人生にそういう機会がなくなっちゃうんじゃないかと。いやいいですよね、うん、キャンプに行くには最高にいいですね。 S6 のアバントなんですけども500馬力以上あるでしょ。これ今450馬力ですね。ああの土屋さんが以前乗っていただいた RS、はいはい、RS6 アバントは600馬力ぐらいですよね、はい、この S は本当によくできた車でして、うん、こっち行ったか、はい、実はアウディは、うん、RS もそうですけども、うん、以前からステーションワゴンの速い車を作るんですね。そう、うん、でむしろステーションワゴンしかなくて、うん、セダンがなかったりするわけです、うん、それだけそのアウディはそのステーションワゴンにかける情熱というのがすごいんですね、うん。でまあ、私はアウディに勤めておりまして、まあ、当時からアウディの車いろいろ乗りましたけども、そのアウディの車の素性の良さっていうのにやはり感銘は受けてまして、いつかアウディにこう戻りたいと思ってまして、まあ、その中ではもうステーションワゴン、うん、アウディ RS は買えないんで、うん、S と。これが今乗られている、はい、これ今乗ってるやつですね、はい、RS のエンジン乗せてるんですよこれ S6 って、うん、RS っていうととんでもなく高い車、はい、アウディの中で、うん、スポーツカーですよこれ中身、うんうん、ステーションワゴンだけど、そうですね、スポーツカーですよこれ、ね、確かにやっぱりこうアウディが長年 このステーションワゴンアバントにですね、はい、この、まあ、のスポーツスピリットを注いできてますから、うん、やっぱりこう刺すの収まりとかうまいんですよね。うまいですね、はい、さあこれから、ね、次は何を狙うのかっていうところが気になりますよね、うん、そうですね、はい、そうですね、今この車に非常に満足してますんで、うん、まだちょっと次に欲しい車が見つからない状態ではあるので、うん、はい、あ満足できますよ。とは言ってもなんかあるでしょ、まあ、いつかはアストンマーチンだとは思ってますので。あ、いいですね、はい、イレブン、アストン、そうですね、私意外とDV9 も結構好きでですね、うん、中古での DV9 もいいかなと思うんですけども、うんうん、アストンは大人ですよね、つってた。大人ですね、もうイギリス紳士ですよ。ねえ、なんか007ですよ。そうなんですよ、アストンマーチンって一時それこそね、もうダメだった時期があるんですけども、はい、うん、復活してもう本当になんか、まあ、ポルシェとかフェラリとはまた別なね、別ななんかね、その貴族が乗る車っていう位置づけですよ、いいですね、アストンは、ね、はい、車ヘンリー君を見るとね、こう人生まで見えてきましたね、うんうん、選択が面白いですよね、うん、スポーツカーに行ったと思ったらどうでもいいおっさんのプリメラに行ってでも走りがいつもあるね、そうですね、やはり心の中にはいつもそれが基本になってますね、うん、どんなに家族に譲ろうともそこはね、うん、根幹にあるっていうのが伝わってきます。速い車、はい、好きですね。今回の収録に協力してくれたのは埼玉県坂戸市の車屋さん、アヘッドさんです。はい、まあ、中古車はもちろん新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。おいいね、はい、そういう店なんで、はい、まあ、車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ではあっという間にエンディングのお時間です、うん、テネコジャパン編の最終回と今回なるんですが、うん、テリーさん、土屋さんが最後に鶴山社長に聞いておきたいことは、そうですね、どうなんですか。いや本当にあとね10年をするとね、普通のなんかエンジンがダメになっていくとなると、うん、まあ、マフラーも必要なくなってくる可能性がありますよね、うん、EV ということで、そうするとどういう感じで今後会社の展望というのを考えているのかなと思いまして、うん、はい、当然今後はその環境に優しい車ということで EV を皆さんこう推進はされているんですが、うん、一方でですね、気をつけなければいけないのは、まあ、燃料効率というのがございます。いわゆるその限られた資源をどのようにきちんと車のパワーとして伝えていくかということなんですが、一般にそのレシプロエンジンというのはですね、だいたい 30% から今 40% ぐらい燃焼効率、まあ、エネルギー変換効率がいいということで、これ実はさまざまなエネルギーの中でも非常に効率がいいものなんですね。でこれを最近例えば日産さんではこう気筒変更の新しい技術等を使ってこれ 50% まで高める。で一方で EV を見ますと、確かに EV 自体は何の排気ガスも排出しませんし、
いいんですが、実は電気を作る過程でですね、非常に多くの CO2 を排出してしまう、うん、こういったこともあってですね、まだまだそのレシプロエンジン、いわゆるエネルギー変換効率のいいこの期間というのは残っていくと私どもでは見ています。まあ、2030年はいきなり来ないですよね、はい、おっしゃる通りです、はい、絶対そう思いますよ、うん、だってに日本政府がその2030年から全てを電気自動車にするって言ってますけど、掛け声でね、インフラも進まなければ、はい、じゃあ例えばですよ、うん、じゃあ飛行機どうすんの、うん、飛行機って東京とロサンゼルスを往復しただけで、うん、1年間 F1 の全チームが使ったガソリンと同じなんですよ、1往復で、うん、じゃあその CO2 どうすんの。だから基本的にその飛行機を海外でヨーロッパからアメリカに飛ばすなんてことは電気を今の時点では2030年では絶対に無理なことですよね。だからそういうふうに考えていくと、基本的に日産がやってるエンジンは発電するためだけで、駆動はモーターで、でトヨタホンダがやってるハイブリッド、ああいう方向で進んでいくんじゃないかなと思うんですけどもね。おっしゃる通りです。ね、でここは今のさまざまなメーカー様もですね、今岐路に立っていまして、あの片方がですね、そのハイブリッドと EV をこう併用していくメーカー、それからもうすべてを EV に振る車、まあ、いろいろな規制の問題、排気ガスの、まあ、排出量、企業が与えられる排出量の問題もあってですね、いろいろなさまざまな方向性を自動車メーカーさんはお持ちなんですが、ですので私どもは2030年にいきなりそのレシプロエンジンがなくなって私どもの仕事がなくなるということではなくてですね、必ずそのレシプロエンジンをどこかの時点で使っていく世界は残るだろうと、ということでですね、私どもはこのレシプロエンジンが続く限り、その最後の日まで私どもが唯一のメーカーになってもですね、それを支えていこうと、そのように考えています。いやでもね、はい、2040年は分からないじゃないですか、うん、分かんないですね、必ず変化してきますよね、うん、その時にずっと成長していった会社がいつか壁に当然ぶつかるし、はいうんはい、そうすると何か新しい社長としては対応策っていうのは、うんはいうん、例えば社内でもですね、T ジャンプといって社内ベンチャーを実は補足させていまして、いろいろな社員のさまざまな意見を集めてですね、そこにいろいろな研究を始めさせていただいて、土屋さんにも来ていただいた研究センターとですね、はい、そういったちょっと秘密の今後につながる話もやりながら、いや確かにそうですね、はい、未来に備えようと思っています。以上、今回はテネコジャパンの鶴山社長をゲストにお招きいたしました。4回にわたってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テリーさん、土屋さん、第1回目、テリー土屋の車の話、番組収録終わりましたが、いかがでしたか。はい、どうした土屋さん。いや、なんか、うん、NHK の教育番組みたいなマニアックな番組ですよ、これ。確かにそうですよ ね、うん、だって、一個の会社の歴史から何から全部こう丸裸にしちゃうんですよ、うん、とんでもない企画でしょ、これ。確かにそうですよ ね。あと僕もう一つ思ったのは、やっぱり車関係に携わる人たちは車好きなんだなと、ね、車、うん、マイカー見たけど、そうそう、だからすごくそういう意味で言うと、やっぱりこういう人たちに車業界って支えられてんだなと思うし、ね、やっぱ車って捨てたもんじゃないなと思いますね、うん、でやっぱテネコっていう会社が、うん、あんな手広くやってるのが初めて知った、うんね、あとあんなに儲かってると思いませんでしたねこんなになってましたよ、ね、あの社長、ね、多分ね、あの車とは別にですね、黄金のベンツで乗ってると思うんですよ、私。なんかこのね、なんかオラオラの車を一台隠して持ってるじゃないですか、あれ。ね、あんな低姿勢だから、よっぽど持ってる。いやー、あれはちょっと怪しい喋り方でしたよね。まあ、だけど、営業マンの喋り方ですよ、うん。あ、そうなんですよ。ね。うん、そうそう。なんか営業トークでしたよね。そう。あれはちょっと怪しかったですよね。怪しいかどうかわかんないですけど。いやだけど本当に ああいうなんていうの、情熱を持ってイギリスに行って、うん、いろんなものを吸収して日本に帰ってきて、うん、で成功してるわけじゃない。大したもんだよ ね、うん、だから日本人もさ、やっぱりこういろいろ外に出て、うん、勉強して自分を大きくして日本に帰ってきて成功するっていう人もこれからどんどん増えるじゃないですか。ですよね。ね。だからそれこそね、これこそ EV になるでしょ、うん、でレシプロエンジンよりも全然ね、部品も少なくなって、うん、中国なんかがどんどん頑張ってるように、うん、これから若い人たちもまだまだ車産業で
成功するチャンスっていうのはあるなってことを感じましたね。あとやっぱり最後にあの社長と話をした2030年から日本がどうなるか、うん、これは面白かったですね。いいですよね、うん、普通は、うん、いやどうなるんでしょうねっていうのかなと思ったら、うん、まだまだその2050年までレシプロエンジンは消えないとか、うん、やっぱあの人は情熱を持ってるから、 あとはその東田明夫社長の水素エンジン、うん、ね、だってこの世界から2030年からレシプロエンジンがなくなるっていうことは、全部が電気自動車になったら電気メーカーになっちゃいますよね。そうですね、まあ、雇用だってなくなっちゃうしね。そう、うん、だからやっぱあの人にはなんていうの、いろんなアイデアが頭の中に詰まってるんだと思う、うんね、今度は家遊びに行きましょう。いいですよね、家チェックしましょう。多分、ね、あの社長多分とんでもない家に住んでますよ。あれあの黄金ブルーは持ってると思う。多分ねライオンの口からお湯が出てると思うんですよ。ちょっとチェックしに行きましょう。行きましょう。今後どうしましょうか。今後は、うん、やっぱこう皆さんのリクエスト、はい、これを聞きたいですね。あ、そうですか、ね、どんな番組にしたいか、うん、どんなことやりたいかって、うん、やっぱ皆さんのリクエストをちょっといただきたいですね、うんうん、いいですね、はい、あたっぱらあるんですね。ほら、まあ、もちろんね SUV とかですね、どっちかというとそっち側の今ねブームですけども、今ブーム、この走り屋の皆さんが、まあ、他年間うっさくこのロケ現場に来てほしいんですよね。僕は面白い、それが面白い、なんかいいですよね。またね、土屋さんの信者がいっぱいいると思うから、はいはい、いるでしょ。います。厄介なのは、います。厄介なのがいるんですよ、いっぱいね。います。ぜひ皆さんお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、というわけで工場長の西尾さんからですね、なんとすごく車好きの方がいるということで、社員の愛車紹介コーナー行ってみたいと思います。オーナーの相星さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相星さん、はい、このマスクとすごい、あのこれは何て言うんですかね、カバーを持ってらっしゃいますけれども、はい、このテネトジャパンでは一体どんなお仕事をされてるんですか。ステンレスの溶接を主にやっております。溶接の担当なんですね。はい、はい、というわけでよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで早速お車、かっこいいじゃないですかこれは。ありがとうございます。これお車のお名前はちなみに何になるでしょうか。アバルト595コンペティツヨーネっていう、はい、はい、イタリアのお車ですね。イタリアの、はい、そうです。これ僕初めて見たんですけど、はい、左ハンドルなんですね。そうです、はい、はい、そしてこれ中もしかしてマニュアルですか。マニュアルで、はい、はい。こちらのお車を選ばれた理由っていうのはちなみに何だったんでしょうか。マニュアルの車に乗りたいっていうのがまず一つあったのと、はい、人と被りたくないっていうところからいろいろ探して、あとはマフラーの音がいいものをこだわりたいなということで、はい、でまあ、純正で、マフラーが初めから変わっている、はい、ものを探してたら、まあこういうこの車にたどり着きました。あのやっぱり今回音にこだわってるっていうことだったんですけど、はい、ぜひこのエンジン音、マフラー音を聞かせていただけないですか。わかりました。はい、おー、なかなかいい音がしますね。そうですね、はい、レーシングカーみたいな音がしますね。そうですね、あんまりやると近所迷惑になる、ね、そうですね、夜中は静かに帰ってます。はい、はい、これがノーマルの音なんですか。そうですね、はい、これでノーマルはちょっと楽しくなっちゃいますね。そうですね、はい、はい、ということで相星さんも間違いないもう車好きのお車アバルトをご紹介させていただきました。はい、やっぱり車好きの方はこういった車業界の方多いですか。そうですね、はい、割と好きやなっていう話は、車の話もよくしたりしますね。はい、はい、やっぱりじゃあ職場でもいろんなお話をされたりとか。そうですね、はい、いやもう非常にあの皆さんのお車あの拝見させていただいて、非常に僕も楽しくなってしまいました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。